国部幹線は、長野県長野市上松4丁目から同市保安の国道18号に至る都市計画道路、地域高規格道路長野環状道路の帰宅間を形成する。2021年現在、計画延長 6.1km のうち、湯野屋小学校西交差点ふるさと小学校前、交差点の約 4.2km が強用されている。 押し金北交差点付近長野市北部を東西に貫く全線4車線のバイパスである。全工寺の北東2キロメートルほどに位置する住宅街の上松地区から浅川を越えて県内有数の大規模団地である若月団地の南側を通過し、稲田、徳間地区の住宅街を貫く。品濃鉄道北品の線をアンダーパスでくぐり、続いて 北陸新幹線の高架をくぐり、再度浅川を渡ると、ふるさと小学校前交差点で、現協用区間の終点となる。これより先はやや北東に進路を変え、田畑や果樹園が広がる大町地区を貫いて、保安地区で国道18号に交流する予定。この区間が開通すると、長野市街地と豊野地域、長野町域とを結ぶ連絡道路として機能する。起点。 稲田地区の区間では、700メートルほど南を走る SBC 通りなどのバイパスとしての機能を果たしている。また、沿道の断電地区や稲田地区などは、この道路の開通をきっかけに、郊外型店舗が立ち並び、休日は買い物客の車で混雑する。開き通済区間のうち、稲田一丁目交差点から北品の線に至る間は、通称として、サンロードと名付けられている。 ありがとうございます。